メカル墓石群1、メカル墓石群は沖縄県那覇市メカルにある墓群跡である。2007年7月26日に国史跡に指定された。メカル墓石群は沖縄県沖縄本島南部首里城跡の西方 3km にある沖縄薄区時代から琉球王府時代、明治時代に続く大規模な墓石群である。周辺は琉球石灰岩時代で、 墓石群は、緩やかな起伏の中を北西方向へ流れる、消火線沿いの谷に営まれている。西方約1 5キロメートルには東、シナ海を望む。この一帯214ヘクタールは、戦後、米軍住宅施設として使用されていたが、昭和62年に全域が開放され、土地区画整理事業が行われることとなった。事業地内には、喫香系の外観を持つ、 岐阜墓のうち最大規模の伊勢那殿内の墓をはじめ、多くの古墓が存在することが知られていた。伊勢那殿内の墓と都市公園予定地内の一部の古墓については保存されることとなったが、他のものは那覇市教育委員会により平成2年から15年まで断続的に発掘調査された。調査が進むにつれ、多様な形式の墓が330基以上に及び、 その成立が14.15世紀に遡ることなどが明らかとなった。このうち成立が最も古く被装者像などが明らかで、沖縄地方の母性の成立と展開を考える上で、最も重要なメカル川北岸の地区29基について計画変更され現状保存が図られた。伊是名殿内の墓、伊是名殿内の墓はメカル川と台湾川の交流点付近にある。 南北約30メートル、東西約22メートルの規模を持つ大規模な喫光墓で、母室は西に開港する。伊是名殿内は、琉球王府において伊是名島、伊平屋島の掃除島を務めた上級士族である。伊是名家の創設は19世紀前半であるが、墓の形式は18世紀に遡る可能性が指摘されている。喫光墓は17世紀後半に、 中国河南地方から伝わったとされ、琉球王府時代には士族に用いられることが一般的であったが、近代以降広く普及した沖縄地方独特の形式である。本墓はこうした吉光墓の中で結出した規模を持つものである。伊是名殿内の墓の東約100メートルに位置する保存地区には崖面の岩陰全面に質味をして墓室とした囲い込み岩陰墓2基。 琉球石灰岩の下層に堆積した粘土層に横穴を掘り込んで墓室とした掘り込み墓26基、亀甲墓1基がある。いずれも、基本的には墓室に一旦収めて白骨化させた後に、これを清めて、改めて葬る仙骨層である。囲い込み岩陰墓からは36体の風葬人骨が出土し、それが、その谷神に営まれたグスク時代の集落。 ヒア城猛遺跡と同時期であり、両者が関係すると考えられる。墓の多くには、倉国旗が収められており、それに、被葬者の氏名、役職、死亡、仙骨年月日などを牧書で記した名称を持つ者が、他の地区よりもかなり多いことが注目される。この名称により墓の被葬者は主に、琉球王府首里の氏族層であったことが確認できる。このように、 メカル墓石群は岩陰における仙骨層がグスク時代に成立し、近世以降、掘り込み馬鹿などが展開したことを示すとともに、中国から伝わった最大規模の喫光墓があり、文字資料により具体的な被葬者像が明らかにできるなど、墓石としては極めて貴重な事例である。ここに見る墓石や葬創儀礼は、沖縄地方の歴史と文化の独自性を象徴する。 ものでもある。ありがとうございます。